良くも悪くも自信に集中してくる感覚はある。紛争解決機構を設定したのは、それは私です。その結果、刑事上的に、責任、それが、どんどんスライドする先で、カルト、と呼ぶ、その根幹に何があり、そこはどうなっていて、そして、その現状と、そして今後の期待しうる変化、それは果たして何？ではある。騒乱の原理はどこ？地震がそこに入るとき、それは何を意味し、いかなる変化が起きるか、面倒の先。大賀さんの決定に逆らう存在が王の座にいたから、あるいはついたから、の面倒？なら、決定に従う存在、それなら問題は起きないのか？だ。期待された存在じゃない、ただ紛争解決機構としてはそれが適当。時期の問題か、いろいろと、費用対効果が悪くなっている、感覚はある。それはどういう意味か、目的とは。